んにちは。今日は8月9日月曜日です。ヨーロッパでは夏のバカンスシーズンが始まりました。ミュンヘンの中心部、ここマリーン広場でもたくさんの観光客たちで賑わっています。現在ミュンヘンでは屋内や公共交通機関内でのマスク着用義務はありますが、それ以外はほぼ以前の日常が戻ってきています。レストランやショッピング通りはとても賑わっています。8月1日からドイツにおける入国規制が改正されました。現在、ドイツが指定しているリスク地域から入国する場合は10日から2週間の隔離義務がありますが、現在日本はリスク地域に指定されていないため、ドイツ入国の際の隔離義務はありません。家族連れやグループの観光客の姿をたくさん見かけるようになりました。ドイツ国内からやチェコ、オーストリア、ポーランド、あとは北欧からの観光客が多いようです。ドイツではワクチンを2回以上接種した人が国民の半数を超え、バカンスシーズンを迎えてとても明るい雰囲気です。チャンネル登録お願いします。待ってます。